マドレデウスは1985年にポルトガル・リスボンで結成され活動中のバンド。ファドの影響を色濃く受けているが、その音楽性はファドの範疇にとどまらず、ポルトガルの伝統音楽、ボサノバ、クラシック、ポピュラーミュージックなどの要素をミックスさせた楽曲を多く発表している。バンド名は彼らが初期に活動拠点としていたリスボン東部の地区、マードレデデウスに由来する。 なお、ポルトガル語での本来の発音は m a s であり、カナ表記ではマドレデウスとするのが近いが、日本ではマドレデウスの表記で CD が発売されている。1993年、1994年、1996年、1998年、2001年、2006年と、これまでに6回にわたって日本公演を実施している。ポルトガルで人気を誇っていたバンド。 エロイス・ド・マールのベーシスト、ペドロ・アイレス・マガリアン・エスと、セティマレジアンのベーシスト、ロドリーゴ・レアンの二人が、それまでのポルトガル・ポップスとは違ったタイプの音楽を、目指し、1985年にバンドを結成。アコースティックギター二本のための曲を書き、演奏するようになった。後にセティマレジアンのアコーディオン奏者、ガブリエル・ゴメスが、さらに翌1986年には、 アガランン S の友人で当時音楽大学の学生だったチェロ奏者フランシスコ・リベーロがこれに加わった。一方で肝心のボーカリストはなかなか現れず数々のオーディションでもこれはという人材は見つからないままであった。しかしある日、レアンとゴメスが訪れたリスボンのナイトクラブでファドを歌っていたテレーザ・サルゲーロと出会った。サルゲーロの声を気に入った彼らは彼女に バンドに加わるよう求め、サルゲーロも了承した。これによってメンバーが揃い、本格的な活動を開始した。1枚目のアルバムとなる、マドレデウスの日々は、当時彼らが練習で使っていた、修道院の建物を使い、少数の関係者を前にしたライブ形式で録音された。この修道院のすぐ脇をリスボンの自然が走っており、数分おきに通る列車の音によって何度も、 中断されながらのレコーディングであった。このアルバム発売前に、セッティマレジアンのライブでの前座という形で、初めてのコンサートをポルトとリスボーンで実施し、好評を持って迎えられた。これが功を奏し、アルバムマドレデウスの日々は発表後すぐに、ポルトガル国内で話題となった。ポルトガル国内で高まる人気に応えて、各地でコンサートを開いていたバンドは、1990年に2作目と、 なるアルバム、海と旋律を発表。収録曲、海と旋律が、ホンダアコードの CM 曲に使用され、日本での知名度が高まった。1992年から1993年に、かけては、ベルギー、フランス、スペイン、スイスなど国外でのコンサートも、積極的に実施し、各国でのファンを増やしていった。1993年には日本でも初の公演を、開催した。 やがて彼らの音楽に惚れ込んだドイツの映画監督ビム・ベンダースが映画への出演をバンドに要請。この企画は1995年に公開された作品リスボン物語となって結実した。彼らがサウンドトラックも手掛けた。この映画によってマドレデウスは国際的にその名前を知られるようになった。この頃マガリアン、S、が別プロジェクトのため一時バンドを離れ、 その代理として、ギタリストのジョゼペイショートが加入。マガラン S 復帰後もそのままバンドに止まった。1994年、レアンが本格的にソロ活動に転身するため脱退。カルロス・マリア・トリンダーデが代わりに加入した。続いて1997年にリベーロとゴメスが脱退。フェルナンド・ジューディセが代わりに加入。2006年12月の東京公演を最後に、 バンドの再編成を行うとして、しばらく活動を休止していたが、2007年11月末、ボーカルとして、マドレデウスの顔であったサルゲイロが、ソロ活動に専念するという理由で脱退を、発表した。ただし、今後もマドレデウスの活動に協力はしていくと懸命、同時期にペイショートとジューディセも脱退した。残留したマガリアンエスとトリンダーでは、 女性ボーカリスト2名を含む8名編成のバンド、ア・バンダ・コスミカとの共同名義で、2008年から2010年までの間に3枚のアルバムを発表した後、2012年に新たなメンバーとして、ボーカルのベアトリス・ヌネスラ4名を加入させた。これによりバンドは現在の体制になった。日本国内版が発売されているものは放題を、平気する。ありがとうございます。